はい、こんにちは、バスマンです。今日もスマッシュダンクやっていこうと思うんですけれどもね、なんと今見かけがね復刻したんでね、まあその撮り方とか、まあ、撮り方ですね、ちょっと分かりに、あんま始めたてでね、あんまりちょっと撮り方分からないよという人とか参考にしていただけたらなと思いますんで、よろしくお願いします。で、まあ見かけはね、もうこのスモールフォワード、まあスラムダンクでいうルカワ楓のポジションですね。まあで、黒子のバスケでいう、まあ、キセリョータのポジションですね、のスモールフォワードの中でね、かなりトップクラスの能力、そして得点能力を持った、キャラクターなんでね、まあ取っといて損はないと思うんでね、まあ見かけ復刻配信もしましたんで、まあそれ、そのカビルンルンさんっていう方の見かけを参考に、撮るか撮らないか決めてほしいなと思いますんで、よろしくお願いします。で、撮り方を簡単に説明するとね、まずホーム画面に行っていただきます。これ皆様ご存知ですね、ホーム画面です。で、ホーム画面のここですね、ここ上の列のこの左から3番目かな、この腐敗精鋭っていうところを押していただきます。そしたらこの見かけを撮れる画面が出てきますと。で、ここで見かけを撮っていくわけなんですけども、まあ、ルールとしてはね、このハテナ、この右側のハテナを押していただきます。この10回ずつ、まあ、1回でもいいんですけど、10回ずつ回した方が得なんで、950クーポンで回せるんで、まあ、こっちで回した方が得ですね。で、このクーポンっていうのは、この上の、このクーポンマークの矢印を押して、まあ、ここでクーポン、まあ、実際の、課金して買うんですけど、これを使って、このルーレットを回していきますと。で、まあ、この10回ずつ回した方がちょっとお得ですね。50クーポンぐらいお得なんで、これで回してって、で、確率はね、ルールはね、これ回してって、で、この、これ、見かけのこのコインを当てますと。で、このコインを当てて、集めて取るんですけど、で、このコインが、ここ、交換ショップっていうとこを押していただいて、ここに交換ショップっていうとこあるんですね。この、わかりにくいんですけど。そう、これ、俺わかりにくかったわ。どこで、このコインと引き換えるんやろうと思って、交換ショップっていう、ここを押していただきます。そしたら、この画面が出てくるんで、ここですね、100枚集めると、見かけのキャラクターが取れますと。いうことですね。100枚です。なんで、これ回し続けて、このコインが100枚に、達すると、まあ、ゲットできますと。まあ、取るのに、まあ、いくらかかるんでしょうね。まあ、数千円では取れないと思うんですけれども、いつも通り。なんでね、まあ、本当に取る覚悟のある人はね、まあ、2万付近はかかるんじゃない、まあ、天井ないんでね、いくら本当にかかるか、ちょっと保証できないんですけど、まあ、数万円は、3万とかはいかないと思うんですけど、2万前後、でも、運悪かったら行くんかな、3万。ちょっと私、回してないんで分かんないですね。まあ、何千円で取れるやつではないんでね。まあ、まあ、いつも通りね、まあ、これ、見かけ本当に取りたいかなって、取りたいっていう方はね、これ回して、で、集めて、取ってくださいということですね。まあ、取り方はこんな感じです。ええ。なんでね、本当に見かけ欲しい方は、ぜひ撮ってみてください。はい、ありがとうございます。またチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ほな、バイバーイ。